はい、こんにちは、Qさんです。いつもありがとうございます。今滝場にいます。これから滝に打たれるんですけども、その前にねちょっと撮りたくなったんで行きたいと思います。めちゃくちゃ気持ちいいですね。なんかまだ2月なんですけども、4月のような感じで、まだね肌寒いところはあるんですけれども、滝も相当ね冷たいと思うんですけども、なんか気分がすげえウキウキしています。なんかここ最近ね、世界的な流れとしてすごいテンションがね上がりつつありますよね。まあ最近連日お話してますけれども、あのコロナのねワクチンの話ですが、まあ基本的にはね日本人は打つ必要ないというスタンスはあるんですけども、まあ前回の動画で言った通りですね、僕はもう人体実験で打てる時期が来たら率先して打ちたいと思っています。でね、なんかこの明るい雰囲気っていうのは、僕はその世界的なね波動を感じるんですよ。でね、それに対して日本はねどうもやっぱりどんよりしてるっていう部分があるかなと思います。テレビつけても相変わらずそのコロナの恐怖はあって、で最近はでそこからねワクチンの恐怖に移ってるわけなんですね。副作用、副反応がこんなにありますとかですね、まあいろいろ言ってるわけですよ。それでまあああいうの見ちゃうとですね、やっぱワクチン怖いんだっていう気になるんですけども、じゃあそれに対して欧米とか、まあ、あとインドとかですね、それどうかったらさ、すげえテンション上げ上げじゃないですか。でこの間もね OSN さんのニュース紹介したと思いますけども、もうねワクチン打った後はもう違う人間のようだっていう感じになってるわけですよ。でもニューヨークでもですね、もう長蛇の列をつですね、でみんなハッピーハッピーハッピーって感じ言ってるわけでしょ。でそれに対して日本はねワクチンの話をするとなんかすごいタブー視されるというか、まあ、僕なんかまさにそうなんですよね。まあスピリチュアル系というか自己啓発系だからですね、特にその反ワクチンとの親和性も多少はあるんでしょうけども、あんまりね大手を振って行きましょうという感じではいけないわけですよ。まあそういった意味でですね、僕はこのジャンル的に言うとかなり逆張りではあるんですけども、じゃあ一方ですね、いわゆる有識者とかですね、まあ、ちゃんとした開発者、お医者さんなんかだったら全然心配ないというふうに言ってるわけですね。で結局ですね、まあ、こういうのはあんまり一般化しすぎかもしれませんけども、この日本と世界の対比っていうのは一つ出てるんじゃないかなという気がします。で最近いろんなデータを見たらですね、この日本の20年間30年間ってですね、どういう変化してるか、その OECD 諸国、いやそれだけじゃなくてですね、多分シンガポールとかですね、東南アジア、その他のですね新興国含めてですね、どれぐらい変わってるかって、日本だけなんですよ。物価が下がり続けてる、賃金が下がり続けてるのが、本当にこの20年間ですね、物価の賃金が下がり続けてるわけですね。ちょうど20年前といえばですね、もうちょっと前かな、あの世界一周してたんですね。で1997年でした。あの時日本はですねすごい円も高くて物価も高くてですね、でニューヨークでさえすごく安く感じたわけですね。ドミトリーなんかは、まあ、比較的安い宿舎ではあるんだけども、1000円からね1500円ぐらいで泊まれたわけですよ。でドイツに行ってもそれぐらいの値段でユースホステルすげえ綺麗なところですね。で朝食ももう食べ放題だったっていう、そんな感じだったわけですよ。じゃあ今どうかったらですね、ドミトリー泊まるのも汚いところでもですね、まあ、5000円ぐらいかかってしまうわけですね。じゃあ日本はどうかって言ったら、まあ、実は言うとですね、まあ、カプセルホテルとかドミトリーとかはですね、まあ、それぐらいの値段なんですけども、宿によってですねすげえすげえすげえ安いところもあるわけですよ。で高級ホテルがそんな高くないとかですね、もう本当ね物価めちゃくちゃ安くなってるなっていう気がします。だから今日本ではですね、海外から見たらすごいもう観光地で最高なんですね。物価が安くて、そして清潔で品質が良くっていうですね、で物を買うにも安いわけでしょ。で電化製品始めてですね、日本の品質ってやっぱりねそれだけはすごくいいわけですよ。じゃあ日本の製品というのはですね、品質というのがこれから先もずっといいままで維持されるかったら、実はそうでもないと。例えばですね、それに対比される中国という国があります。僕はもう10年前20年前ですね、中国、いやなんかこれいわゆるその悪かろう安かろう、安かろう悪かろうっていうのが、まあ、中国の一つの印象だったわけなんですね。で韓国はそれに対して、まあ、比較的まだ品質がいいかなと思ったんですけども、今全然違うわけなんですよ。もう中国はですね、品質の向上だったり、そう、もう経済の成長にすごいシフト切ってるわけですね。ある種の独裁的、中央集権的な体制というのはですね、うまく機能してるんじゃないかと思います。いやもちろんですね、その人権無視なところとかですね、いろいろと窮屈な部分はあるんでしょうけども、まあ、少なくともですね、中国は本当に今、日本をとっくの昔に追い抜かしてますし、今、日本が中国にかなう部分というのは、食文化とかですね、清潔化とかですね、まあ、そういうところしかもはやないんじゃないかなという気がします。もうテクノロジー的な部分に関してはですね、医療も含めて完全にお風呂を取ってるわけですね。じゃあアメリカとかオーストラリアとかイギリスとか、まあ、ヨーロッパ諸国どうかって言ったらですね、やっぱり日本と比べると全然全然先に進んでるわけですよ。だからなぜこんなに日本っていうのがある種弱体化したのかと、あんまり自虐的な言い方したくありませんし、僕は日本大好きですし、日本から離れるつもりも全くありませんけれども、でもやっぱりねデータを見たり、僕は実際に今コロナ禍行けませんけども、いろんな国を旅してみる、感じるところで言うとですね、やっぱりちょっとね寂しいなと思うわけですよ。まあ幸いにもですね、まあこう言い方すると嫌味かもしれませんが、ある程度最近はですね、バックパッカー時代と比べてお金を持って海外行けますので、まあそこそこね
楽しい旅行はできてるつもりではあります。まあ一方でその自転車乗ったりとかですね、野宿したりっていうのもあるんで、それは好きでやってるんですけどね。うん、だけどもやっぱり日本の若者は今海外に行くのはとてもハードルが高いんじゃないかなというふうに思います。それはまずやっぱり物価の面もそうですし、なんかね寂しいなと思いますね。で、僕は20年前バックパッカーしてる時はもううじゃ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 いましたから、本当にね、もうインドなんかですね、これ日本の植民地かと思うぐらいですね、日本人の若者で溢れ返ってたわけですね。で、インド人のハガキ売りの少年なんかもみんな日本語を喋れるわけですよ。日本人が習うわけですね。で、それに対してその20年間経ってきた今どうかすごい弱体化してるなっていうのは、これは申し訳ないですけども、いい材料はもちろんあります。でも全体としてデータとして数字として、そして肌感覚としてもそれは否定できないのかなと思うんですね。で、その一つの原因にね、なんかね、遺伝子がオフになってるんですよ。という、これはもちろんね、疫学的な話でもありませんし、僕の感覚値、いわゆるメタファーの世界であるんですけれども、なんかそういう気がするわけですね。ただワクチンの話一つとっても、なんでこんなに恐れるんですかっていうのがすごく気になります。日本だけじゃないかなと思うんですね。ここまでそのワクチンに対する忌避とかタブーとかですね、陰謀論がはびこるのは、さっき言ったようにアメリカ人なんかですね、ニューヨークはウェイシャーってイエーイって言ってるわけでしょ。で、打って全然違う世界に来たよっていうふうにみんな叫んでるわけじゃないですか。まあインド人なんかですね、まあそもそも論的にあの人たちはワクチン好きな国家だというふうに言われてますけれども、もうみんな楽しんでですね、前向きに言ってるわけですよ。だからもちろんさっき言ったように、今回の新型コロナに関してはワクチンを打つ理由はあんまりないというのが今の見解です。だけど僕は実験台で打ちます。ですのでこれはもう真に受けないでほしいんですけども、様子を見てください。そして真っ先に打つ必要ない、それは言っときます。それはそういうスタンスは変わらないんですけども、でもそのある種恐怖心からね、打ったらとんでもないことになると、遺伝子を操作されるとか。ただですね、前回の動画で言ったように、もうこれから先世界中の人がですね、みんなほぼほぼそのメッセンジャー RNA や DNA 型のワクチン打つんですよ。そうなった場合にですね、何が主流かって話になるわけです。いつも例に出すけども、携帯電話をですね、出始めた頃、ちょうど20年前か25年ぐらい前ですけども、持ってる人はね、やっぱりレアだったんですよ。大学の時にね、なんかね、携帯電話持ってる女子がいたんですよね。で、その人が、なんと、その、電話ボックスの前で携帯したわけですよ。俺、その時思ったんですけど、バカじゃないのかと。なんで、電話ボックスはここにあって、10万入れる、テレフォンカードで安くかけられるのに、なんで高い携帯電話を目の前でかけてるのか、嫌味じゃないか。いや、その前にこの人、ちょっと、頭おかしいじゃないのかとね、思ったりしたわけですよ。つまりそれぐらいマイナーだったわけですね。でも今どうでしょうか。どこに電話ボックスだろうってさ、いや、俺ちょっと今電話ボックスだからさ、ちょっと携帯かけるのやめとくよって言わないでしょ。いや、そもそも今、携帯でかけても、ほぼゼロじゃないですか。通話量はですね。まあ LINE とか、Facebook メッセンジャーとかですね。まあ WhatsApp とか、まあそういう SNS 使ってかけてるわけでしょ。で、あとはまあ、キャリアによってはですね、無料だったり。で、今僕が、使ってるキャリアはですね、au なんですけども、5分間は無料なんですね。ですね、5分以内にサクッとやってしまえば全部無料という。まあそういった意味でですね、環境が変わってるところからして、もう携帯電話、スマホを使うのは完全にマジョリティなわけですよ。で、そして今、もし使ってないと言ったら、何なんですか、どこの世界の人ですかって言われるわけですね。じゃあこれから先、ワクチンをみんなガーって打ち始めるときにですよ、私は打たないと、怖いから打たないと。ね、そういう状況の人、いや全然大丈夫だよ、ワクチン最高だよ、もう俺ピンピンしてる、海外旅行行きまくれるよとね、なってる人と差が出てくるんじゃないかなと思います。いや、もう一回言ってきますね。もちろん打つ打たないは自由ですし、今の日本人に関しては打つ必要はないと思ってます。僕は実験台でします。でも一方で欧米人はイケイケなんですよ。インド人もイケイケなんです。ヨーロッパ人もイケイケなんですよね。それに対して日本人はどうかっていうところは一つの象徴として僕は見えるんじゃないかなという気がします。僕一つ言いたいんですよね。ワクチンごときに恐れてどうするんだって話ですよ。事実だけ言うとですよ、ワクチンはこれまでの200年間人類を救ってきたんです。我々も小学校の頃に予防接種並びましたし、赤ちゃんの頃もですね、親から打たされるわけですよ。うち持ちました、難種混合かってやつです。そうやって命を守ってきたっていうリアルな事実があるわけですね。なのにワクチンは怖い怖いと、そんなに免疫力低いんですかって言いたいわけですね。例えばですね、インフルエンザのワクチンを打ったらインフルエンザになるという人いるんですね。それは分かりません、はっきり言って。だからインフルエンザのワクチンを打った群、打たなかった群、そしてインフルエンザになった群、ならなかった群ってですね、きちんと集計して計量的に示してくれたらですね、あ、なるほどな、インフルエンザのワクチンを打ったらインフルエンザになるんだなっていうことは僕は納得できるかもしれませんけども、ただですね、それは一経験なんですよ。
インフルエンザというのはですね、変化しやすいんで、しかもですね、いくつかの型があるんで、ぴったり当たるかどうかってわからないわけです。だけれども重症化を防ぐというまあ、エビデンスはあるみたいなんですね。ですので打つというところに確かにメリットあるわけですよ。実際の話、まあ、今年はねもう全然あれですけども、例年であればインフルエンザのワクチンを打たずに、もしインフルエンザかかってしまったらですよ、やっぱり 2,3 日仕事が空くわけですよ。でその 2,3 日空いちゃうとビジネスマンにとってはすごく機会損失になる可能性があるわけですね。でそれを防ぐために一種の保険として打つっていうのは非常に合理性があると思うわけですね。でそのインフルエンザになったら、インフルエンザワクチン打ったらインフルエンザになりますというのは、俺こういうふうに思うわけですね。あなたインフルエンザのワクチンに負けてませんかって、ちょっと非常にね失礼な言い方かもしれません。インフルエンザのワクチンを打ったらインフルエンザになるんですよ。あなたインフルエンザのワクチンに負けてませんかと。確かにインフルエンザはですね、不活性ワクチンですんで、それはそのまんま広がるということはないです。副作用もそんなにないはずです。だけども、まあ、ある種インフルエンザの情報的なもの、ちょっとねふわっとした言い方ですけども、情報的なもの、インフルエンザワクチンを打ったんだっていうですね、そういった情報にそれ自体に負けてませんかっていう気がするわけですね。ワクチン打ったぐらいでね、怖がってどうするんだと、負けてどないすんねんと、俺はそう思うわけですよ。だってさ、俺よりも弱いんだもん、ワクチン。コロナ、言っときます。去年から俺ずっと言ってます。あんなもん雑魚キャラっすよ。雑魚キャラね。俺たちの免疫の方が強いわけです。発酵食品食って、それで健康でいて、上向いて歩いていったらさ、そりゃコロナなんかさ、一コロですわ。俺はずっと言ってます。今もそう思ってます。ですんで、未だにやっぱりね、中にいます。重症化したり、死んでる人います。だけども、個々人の心がけによって、それは悪魔、いくらでもね、弱体化できるし、やっぱり日常的な生活できるし、飲みに行けるし、旅行にも行けるわけです。僕はそれを大いに推奨したい立場ではあります。気をつけないといけないところあります。うがい手洗いマスク、それはちゃんとやりましょう。うん。それに、引き継いで今ワクチンでしょ。で今度コロナが OK だった人もね、ワクチン怖い怖い怖いとね、ワクチンは怪しいんだと。で怪しいという根拠をどれぐらい示せますかと。せいぜい陰謀論的なある種の裏情報みたいな真に受けてるだけじゃないですか。そしたらコロンビア大学のですね、先生とかワクチンの開発のですね、第一線に立ってる人と論争そうしてさ、勝てます？論破できます？絶対できないはずですよ。あの人たちは信念を持って出てるわけですよ。何回も言うようにですね、俺は今から俺たちはね、人口削減に加担してやろうなんて思ってやってないわけですよ。やっぱり愛を持ってですね、貢献の心を持ってやってるわけですよ。じゃああの人たちが一生懸命開発してる、これは安全なんだ。いやもちろん怪しいところもあるかもしれない。それでも最低限の安心安全、そして効果と担保してる、よしさあ出そう、イエーイハイタッチって言って出したわけでしょ。じゃあその人たちと論争してちゃんと議論して勝てる自信ありますか？ないでしょ。実際第一線のお医者さんも言ってるわけですよ。いやもちろんお医者さんの中にはですね、疑問符をね挟む人はいます。でもそれはまだ分からない段階なんですよ。お医者さんも分からないんです。でも最前線の第一線の人はよしこれだと思って出してるわけですよ。僕はそっちを信じたい。これからの人類の進化とかエイジとかですね、テクノロジーを信じたいわけです、僕はですね。ですんでいかなるワクチンがあってもきちんとした担保されたエビデンス、そして成果があるものに対しては信じて、それを率先して積極的に受けていきたいなという立場です。なんぼのもんかってことですね。本題に入りますけども、これがまさに遺伝子のオンなんですよ。遺伝子をオフにする最大の秘訣は何か知ってますか？それは恐怖を味わうことです。恐怖です。お金持ち遺伝子ってあります。お金持ちになりたい、みんなそう思うんです。でもお金持ちになるためにですね、何らかの恐怖があるわけですよ。動いたらね、大変だとかですね、批判されるとか、何々だどうしようということですね。でお金持ちになるのですね、まず圧倒的なやっぱり知識、勉強、前向きな姿勢、そして未来を描くですね、ビジョン力、大切なんですよ。でもそれぞれ全部いろんなファクターが合わさって、そしてお金持ちっていう現実を実現するわけじゃないですか。そのためには一つ一つの遺伝子がオンになる必要があるわけです。僕は正直言います、16年前は、会社辞める前はやっぱり将来不安でした。どうしようかと。会社に縛りついてでもですね、月収20万19万でもずっとここにいた方が生きながらえるんじゃないかと思いました。だけどもある日、それはまさに僕はスピリチュアルの出会いだと思います。スピリチュアルに出会って、いやそんなことない、自分の考え方や自分の信念というもの、思い込みというものが人生を作っていくんだっていう、そういうふうに確信した瞬間に僕は遺伝子がオンになったんですよ。そしてインドに行きました。ラダックのナムギャルツェモっていう丘の上で般若心経を唱えました。820巻目にですね、ある種の覚醒が起こったわけですよ。この宇宙、この世の中ってのはですね、感謝ができてるんだっていう、そこでぐ
ーっと涙が出てですね、今まで見ていたこの世界は白黒だったんですよ。それがいきなりカラーになり、今まで見ていた世界は2次元だった。それが3次元、4次元になったわけですね。まさに前回の動画で言った通りですね、吸血鬼に最後噛まれてカプッてされて、自分は吸血鬼になってしまった。でもなった吸血鬼の今、こんなに世の中は明るく温かいものなんだなというですね、吸血鬼という言い方を改めましょう。天使です。天使にカプッてなっちゃったわけですね。同じように僕も2005年にラダックで、ね、暴行にあってお金取られて散々ですよ。だけどこれは何か意味があるぞ、何か意味があるぞってことですね。積極的な姿勢を崩さなかったわけです。5000円しかない、やることね、だから般若心経を唱えようか、そうやって820巻目にそういう世界を訪れた。その時完全に遺伝子がパン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 とオンになったわけですよ。そうか、感謝なんだと、いかなることがあってもこれは全部意味があるんだと、恐怖や不安何の役に立つんだ、そう思ってその後バラナシに行き、そしてブッダガヤに行き、そして様々な経験をして日本に帰ってきました。貯金30万円です。いろいろ悩みもありました。だけどもお金がなくなりつつも、いやまだいける、まだ大丈夫だ、いやこれからだと思ったら、いろんな奇跡出会いがあってですね、あれから16年経ちました、はい、お金持ちかどうか、それは巨万の富を持ってるわけじゃありません。だけども自分がやりたいなと思ってる程度のお金は持ってます。まあある種小金持ちというふうに言えるかもしれませんが、平均的な所得からするとはるかに上だという自負もあります。そうやって自分の人生を全うできるぐらいのお金は持つようになったわけですよ。それはなぜできたか、それは遺伝子が立ち上がったからです。遺伝子をオフにする秘訣は何か、もう一回言います。恐怖です、不安です。ワクチンごとき怖がってどうするんですか、コロナごとき怖がってどうするんですか、お金持ちになるの怖がってどうするんですかと。俺今から滝打たれるんだけどね、滝もうやっぱり遺伝子をすごくオンにしてくれた。まあ、僕も1800回ぐらいやってるわけですよね。でそんな中で例えば、わあ滝行したら Q さんのように自由な生活できるんですねって思って滝来る人いるんですよ。でも1回2回3回やったところでですね、そんなに変わんないんですよね。それは変わんないですよ。それが変わったらみんな滝来ますよ。でも俺はやっぱり100回200回300回1000回とやってる中でですね、徐々に自分の中で悟りや自分の中の恐怖心とか自分の中の不安を全部払拭して、そして遺伝子がパン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 ってオンになっていったわけです。で今花粉も飛んでます。でもなぜか今花粉の症状は全く出ません。それは遺伝子がオンになっているからです。まあ例年だったらですね、うわなってるんですけども、多少感じますよ花粉はね。僕はやっぱそういうアレルギー持ってますけども、でもなんでしょうね、テンションがいいんですよ、高いんですよ、すごい楽しいんですよ、ワクワクしてるんですよ。これからの世の中、世界がどうなっていくか、日本は確かに寂しいかもしれない、でもその日本にいながら、そして日本人としてですね、どんどん世界に出ていきたいなというふうに、それはマジで本気で思っているところです。ですんで負けてられるかと、そんなんね、コロナとかね、ワクチンごときにさ、恐怖心怯えどうするんだと、いちいちね、陰謀論だったりね、そんな根拠も何にもない恐怖な情報にアクセスしてどないするんですかと。確かに人間はね、これ本性だと思って知ってた方がいいですよ。恐怖な本性ね、があるから恐怖な情報に吸い寄せられやすいんです。なぜか人間には防衛本能があるからですよ。ワクチンが怖いという情報がありました、そしたらその丹念に見てしまうわけですよ。あ、なるほど怖いんだなと思って、それが自分の中の思い込み、ビリーフとして、そして人格としてですね、固定化されてしまうわけです。ですので僕とかいろんな有識者、いろんな学者さん、第一線の人たちでどんなに安心断然だ、これは貢献するものだというふうに言ったとしてもですね、そのわけは誰が書いてるかわからない、しょうもない恐怖な情報にアクセスをして、それを信じ込んでしまって、自分を封じ込めて、そして遺伝子をパン閉じてるわけでしょ。それが今の現状ですよ。日本人は残念だなと思うのが、やっぱりね、ワクチン後進国と言われる通り、なぜ後進国になるか、それはワクチンに対する恐怖心がずっとあるからなんですね。それを煽っているのがまさにマスコミです。まああまり大きくは言いません。具体的に言うとまたコメントがありますんで、実際そうなんです。でも最近徐々にちゃんとしたエビデンス、そして因果関係というのが世に出始めて、いろんな人が苦労して、いろんな人が殺さかけた、そういった学者さん、そういったジャーナリストもいました。でもその苦労が買い合ってですね、少しずつ厚労省、そしてマスコミの方も上を向いてるっていうのがあります。ワクチンは一つの例です。あんなもん怖がってどないすんねんと俺は正直思います。イエーイって言ったらいいんじゃないですか。ハイタッチしていきましょうよ。俺どん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 ハイタッチしていきますよ、これからもね。そしてお金持ちになっていきましょう。自分の人生全うできるぐらいの金はですね、いつでも持てるようになりませんか。
お金がないという恐怖心、その恐怖心があなたのお金持ちの遺伝子をオフにしてるんですよ。じゃあオンはどうするか、なんとかなるわっていうことも一つね。俺は実際この世の中、この宇宙は感謝なんだっていうことを2005年に悟ったんですよ。それから先、確かにいろんな試練はありました。でもこれは全て自分の人生を良きものにするための糧なんだっていう、これは自己啓発的な単なる逃げ工場ではなくてですよ、現実逃避ではなくてですよ、リアルにそう思ってやってきたわけですよ。ですね、いろんなことがあります。でもそれぞれが全部感謝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 で受け入れて、絶対良くなるよね、どうせ良くなるよね、どんどん良くなるよねっていうふうに進んでいったらどうです？どんどん良くなってるんじゃないですか。俺自身がまさにそうだと思いますよ、本当に。そして俺の周りの人たちもなんか俺の波動に感化されて、どん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 上がっていってるわけですよ。インフルエンザのワクチン打ったらインフルエンザになります？それは単なるあなたの経験でしょうってことですよね。ワクチン打ったら体の具合が悪くなります。それは多少悪くなりますよ。でもそれのあまりあるぐらいの予防効果やベネフィットっていうのがあるわけですよ。そうやって人類は進化して、そしてあらゆる障害とかですね、あらゆる困難を克服してきて進化していったんじゃないですか。でこれからもそうなるわけです。そこの過渡期がまさに今回のコロナの 1,2 年って話です。でもそれももうそろそろ終わります。もう終わります。もう俺の中で終わった気分です。めちゃくちゃ楽しいね、2月はこれからセミナー行きます。そして熱海で合宿します。ぜひ来てほしい。そしてテンション上げてハイタッチをしながらですね、明るい人生未来を語り合いたいなと思ってる。酒飲みながら、そして月末も東京来ますし、また来月も沖縄行ったり、そしてコロナのねワクチン打てたら真っ先に打って、行けるんならすぐ海外にさ、ウェーってですね、向こうで白ワインを飲みながらさ、めっちゃうまいやんというふうに俺はドヤ顔で YouTube 配信したいと思っています。怖がって悩すんねん、楽しんで生きていこう。宇宙の本質は喜びなんだよ。村上和夫先生が言う通りですね、遺伝子をオンにする最大の秘訣は笑いなんだよ。笑いは喜びなんだよ。喜び、笑い、恐怖なんかへでもねえよっていう感じで言ってみたいと思いませんか。未来は本当に明るい。ありがとうございました。